ピギーバック輸送、ピギーバック輸送、ピギーバック輸送、ピギーバックとは、鉄道による貨物輸送の形態の一つ。貨物を積んだトラックやコンテナを乗せたトレーラーを、そのまま専用の貨車、長物車、車運車に乗せて、目的地まで輸送する。車両限界が大きいアメリカではそのままトレーラーを、長物車に積載できるが、 欧州ではこの方式では限界を超えてしまうので、車輪系を小さくした低床の専用貨車で大型トラックを輸送しており、車両限界が近い日本でもこれに近い方式を検討したことがある。貨物積載量の点で言えば、トラックの重量まで積まねばならないのでコンテナをトレーラーからコンテナ車に積み替える手段に比べ効率が悪いが、貨物駅側の設備を 簡略化できるメリットがあるで状況に応じて使い分けられる。日本における全市的なものとして昭和41年に車運車の扱いでトレーラー2台部分のみを運搬する草急線型が一両試作されたのが日本のピギーバック輸送の始まりになる。同車両はカンガルー方式というフランスで開発されたトレーラーの車輪を大枠内に落とし込むことで トレーラーの屋根を低くそもそも冴える方法だった。ただし、この方式に限ったことではないが、ピギーバック輸送は、積み下ろしが面倒であるという問題があり、この時は同時に検討されていた10トンコンテナ輸送。当時すでにコンテナ車は実用化されたが5トン積みのみ、手段の候補、他は古期急線型で検討された、米国のフレキシ版方式と ISO 標準コンテナの使用のうち、 ISO の20フィートコンテナが採用されたため、この時は量産されていない。その後、1983年に、低床式大物車に似た外見の地差急線型が試作され、大型トラックを乗せて運ぶ実用試験も行われたが、技術的に難易度が高いことや費用対効果が悪く実現が困難だったため、この時も見送られ、量産されたのは1986年に、 開発された4トントラックピギーバックという周配に使用される4トントラック2台をコンテナ車に似た、ただし床面を下げるため構造が異なる専用床車に搭載する方式であった。これはモーダルシフトの一環として1986年昭和61年11月1日のダイヤ改正に合わせ日本国有鉄道国鉄で導入され、 1987年、昭和62年の国鉄分割民営化により、日本貨物鉄道、JR 貨物に引き継がれた後もバブル景気に乗って、順当な発展を遂げ、ちょうどトラック運送業界が深刻なドライバー不足になっていために、必要ドライバー人数を削減できる、ピギーバック輸送はトラック運送業界から大いに喜ばれ、1988年から専用列車、 高速車扱い列車 B が組まれたり、1991年にはこれ用との私有貨車無線系の台数が207両に達したが、90年代半ば、以後の景気低迷によりトラック運送業界のドライバー数に余剰が生じてきたことで、ピギーバック輸送の利用は低く減少し、2000年、平成12年3月31日限りで廃止された。これ以外に、 石油製品積みタンクローリーのピギーバック輸送も、首都圏で九百九十一から九百九十六年に行われていたが、こちらも短期間で廃止している。米国ではトラクターから切り離したトレーラーを積載することにより、効率良い運送方法として広まっているが、日本の場合は周廃用四トントラック、車両限界内に収まる、溶化室屋根を丸くした専用を、 専用貨車にそのまま積載するという形であったため、積載効率の悪さと費用対効果の低さが廃止につながった。ピギーバック専用貨車には地差急線型が試作され、組む8万系、組む1000系などが使用された。また、タンクローリーのピギーバック用にクキ900型が試作され、量産車として私有貨車のクキ線型が製造された。 トラックを貨車に乗せる形態を見直し、デュアルモードトレーラーは100型が開発された。これは、トレーラーに鉄道用の台車を履かせることができるもので、貨車にもなり、公道ではトラクターで牽引できるトレーラーにもなるというものであった。しかし、構成上の問題等があり、台車を外すと、鉄道車両としての車両検査をしなければならなかった。これも、試策のみに終わった。 その後、JR 貨物では、モーダルシフトの形態を見直し、コンテナ中心の体系に改めた。具体的には次のようなものである。貨車とトレーラートラックの両方が、海上コンテナに対応することにより、コンテナの積み替えだけで済むようになった。このことで、積載効率が向上し、コストも低減した。これらに伴い、大型コンテナ対応のトップリフターが、 貨物ターミナル駅を中心に大幅に導入された。結果的に廃止となってしまったものの、モーダルシフトを推進したという点で、ピギーバック輸送が果たした役割は大きいものがあった。フランスでは2007年に、ベッテンブルク、ルクセンブルクとルブールの間に、ピギーバック輸送用鉄道路線が開通し、2012年には、大型トラック等5万5000台を輸送した実績がある。 フランスのピギーバック輸送用鉄道路線には他にカレーからルブールに至る路線やリールとバイオンルを結ぶ路線がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。